えっと今日もですね、えー、リスニングの勉強するんですけれども、練習です、えーっと。私が言った英語をそのまま繰り返し言って、それに対する日本語も言いますから、そのまま繰り返し言ってください。文字はありませんので、一緒に言うことはできませんけど、私の後に繰り返せばいいからね。例えば、Find his key って言ったら、Find his key って言ってね。で、その後に彼の鍵を見つける。彼をか言うから、そしたら彼の鍵を見つけるって言ってくれればいいんだ。じゃあ、いきますよ。 えっと、Michael found.Michael は見つけた。Everyday. 毎日。えー、っとね。He made a hamburger. 彼はハンバーガーを作った。For lunch. 昼食に。I don't have any homework. 全く宿題はありません。 ね、What happened today? 今日何が起こりましたか ?In the morning, 朝に After school, 放課後 I like to jog. 私はジョギングが好きです。At the theater, 劇場で、もしくは映画館で えっと、But it started, <laughs> もう一回ね。But it started to rain. でも、雨が降り始めました。これ日本語で英語交互に言うの難しいねなかなか <laughs>。どっちかがとちっちゃう感じ。<laughs> 頑張れ、頑張れ。自分に言います。じゃあ行きますね。はい。Japanese temples. 日本のお寺。Japanese shrines. 日本の神社。 インターネットで Japanese temples <laughs>、はい、日本のお寺 About Japanese temples 日本のお寺について A report about Japanese temples 日本のお寺についてのレポート、はい、This morning けさ Uh, took the bus to school そのバスを学校まで乗ってきましたえー、っとね everyone 皆さんえー、っと when did he take a cooking class 彼はいつ料理のクラス に出ましたか ?I watch a cooking program on TV。私はテレビで料理番組を見ます。あと2つくらい行きましょうね。I, drive, I will drive you to work. 私はあなたを仕事へ送っていきます。車で。 えっと、riding a bicycle 自転車に乗ること。